たし、皆さんのお考えに感服いたしました。さすが触れ合いと絆の里だ。それではそのように手続きしましょう。舞澄君、あとは頼んだ。さようなら。先生、これでいいんですか？いいんだよ。でも彼らがいいと言ってるんだから。ですよね皆さん。ええ、この世には金よりも大事なものがありますから。な、そうだそうだそうだ。見たまえ彼らの満足そうなこの表情を。ズワイガニ食べ放題ツアーの帰りのバスの中そのものじゃないか。前澄君、よく覚えておきたまえ。これがこの国の慣れ合いという文化の根深さだ。人間は長い年月飼いならされると、かくもダニのような生き物になるのだよ。ダニ、俺たちのこと言ったのか。他に誰かいますか？自覚すらないとは本当に羨ましい。苔にされているのも気づかないまま墓に入れるなんて幸せな人生だ。あんたちょっとひどいんじゃないか。申し訳ありません。最初に申し上げた通り、皆さんのような惨めな老人どもが大嫌いなもんでして。おい若造、お前何なんだよ。お前そんなに偉いのか。そうよ、目上の人を敬うってことがないの。私たちは君の倍は生きてるんだ。倍も生きていらっしゃるのに、ご自分のことも分かっていらっしゃらないようなので教えて差し上げているんです。いいですか、皆さんは国に見捨てられた民、貴民なんです。国の発展のためには年金を貪るだけの老人なんて無価値ですから、ちりとりで集めて端っこに寄せて羊羹を食わせて黙らせているんです。大企業に寄生する心優しいダニ、それが皆さんだ。先生もうやめてください。てめえだってダニに寄生してる倍金じゃねえか。私たちの何が気に入らないの。かつてこの地は一面に桑畑が広がっていたそうですよ。どの家でも蚕を飼っていたからだ。それはそれは美しい絹を紡いだそうです。それをたたえて人々はいつしかこの地を絹海と呼ぶようになりました。養蚕業が衰退してからは稲作に転じました。日本酒に適した素晴らしい米を作ったそうですが、政府の農地改革によってそれも衰退した。その後はこれといった産業もなく、過疎化の一途をたどりました。市町村合併を繰り返し補助金でしのぎました。5年前に化学工場がやってきましたね。反対運動をしてみたらお小遣いがもらえた。多くは農業すら放棄した。触れ合いセンターなどという中身のない立派な箱物も建ててもらえた。使いもしない光ファイバーも引いてもらえた。ありがたいですね。絹海という古臭い名前を捨てたら、南モンブラン市というファッショナブルな名前になりました。なんてナウでヤングでトレンディーなんでしょう。そして今、土を汚され、水を汚され、病に侵され、この土地にももはや住めない可能性だってあるけれど、でも商品券もくれたし、誠意も絆も感じられた。ありがたいことです。本当によかったよかった。これで土地も水もよみがえるんでしょう。病気も治るんでしょう。工場は汚染物質を垂れ流し続けるけれど、きっともう問題は起こらないんでしょう。だって絆があるから。正直の気持ちはまっすぐだ。そうよ、どうしてそんなひどいことが言えるの。あんたは悪魔よ。あんたなんかに俺たちの苦しみが分かってたまるか。俺たちだってあんたの言ったことぐらい嫌というほど分かってる。みんな悔しくて悔しくて仕方ねえんだ。だけど必死で気持ちを押し殺して納得しようとしてるんじゃないか。なぜ、なぜ。ゴミくず扱いされているのを分かっているのに、なぜ納得しようとしてるんです。俺たちはもう年寄りなんだよ。年寄りだから何なんですか。具合が悪いのにみんな頑張ってきた。だから何だったんだ。だからいたわってほしいんですか。だから慰めてほしいんですか。だから優しくされたらすぐに嬉しくなってしまうんですか。先人たちに申し訳ないとは、獅子孫孫に恥ずかしいと思わないんですか。何が南モンブランだ。絹海村は本物のモンブランよりはるかに美しいとどうして思わないんですか。誰にも責任を取らせず、見たくないものを見ず、みんな仲良しで暮らしていけば楽でしょう。しかしもし誇りある生き方を取り戻したいのなら、見たくない現実を見なければならない。深い傷を負う覚悟で前に進まなければならない。戦うということはそういうことだ。愚痴なら墓場で言えばいい。金が全てではない。金なんですよ。あなた方が相手に一矢報い、育児を見せつける方法は、奪われたものと踏みにじられた尊厳にふさわしい対価を勝ち取ることだけなんだ。それ以外にないんだ。錦野春夫さん、あなたは元郵便局長だ。幾度となく閉鎖されそうになった村の郵便局を最後まで守り抜いた。森口三郎さんは小学校の校長先生。村にいた子供たちはみんなあなたの教え子だ。
奥さんの久子さんは町のデパートの化粧品売り場で月間売上の記録の保持者、合田ジョージさんは実に100ヘクタールもの田畑を開墾した。鎌田聡子さんとご主人は田んぼをやりながら日雇いの仕事をいくつもいくつも掛け持った。富田康弘さんは商店街の会長、毎年祭りを盛り上げてあのクリスタルキングを呼んだこともある。板倉初生さんは女だてらにクレーン車を動かし6人の子供を育て上げた。敗戦のどん底からこの国の再犯永久を築き上げたあなた方なら、その魂をきっとどこかに残してる。はずだと期待した私が愚かでした。いいですか、二度と老後の暇つぶしに私を巻き込まないでいただきたい。心優しいダニ同士、お互い傷を舐め合いながら穏やかに健やかにどうぞくたばっていってください。それでは皆さん、さようなら。